おはようございます。さあ始まりました、釣り奇妙の世界。私漢字三文字で釣り奇妙と申します。本日は岡山県にございます小島湾に来ています。マップオン。はい、場所はここになります。やっぱね、夏はね、小島湾がすごい調子がいいんで、今日もね、小島湾のね、前回までと違う場所にね、来てみました。やっぱりね、たくさん釣りたいんだけど、現在、8時7分で、今最干潮の時なんですけど、もうね、暑くてやばい、マジやばい。今日無風なんですよ、風が。熱中症に注意して頑張りたいと思います。今日の目標なんですけども、チヌを10枚頑張っていきたいと思います。今日も一日頑張るぞ。シュ、じゃあやっていきます。よろしくお願いします。じゃあやっていこうかな。あっちね、小島湾チャレンジ今日4日目かな。釣れるかな。いっぱい釣れればいいけどね。小島湾チャレンジ、小じチャレ。今日のタックルなんですけども、銀狼ユイガの AGS ですね、0653トーナメントの競技になります。道糸がP の06、リーダーがナイロンの 2.55、 浮き止めが、今日2キロですね、下り玉。浮きが BSGS の 3B、 カラマンボウがありまして、ガン玉がね、今日ね B をサルカンの上につけてます。でサルカンがあって、ハリスが、1キロ半ぐらいですかね、ナイロンの 1.55、 チヌバリ1号という、まあ、あんまりいつもと変わらない仕掛けになってますと。マキエが今日もマキエ研究ナンバーナインと、サシエがコーンとオキアミと自作の家2種類という感じになってますと。はい、じゃあ早速第1投目やっていきますよ。バッチリ釣れてくれよ。ちょい投げよいしょ。塩はね、赤ちゃんが本当にハイハイでもないな、かすかに右に行ってますね。揚げ塩なんでね、右に行ってくれるのかな。でも多分ここの塩ってあんまり塩に関係なくフラフラするんじゃないかなと思うんで、その辺はあんまり当てにしておりませんが、とりあえず右に行ってますね。今最干潮なんでね、これから揚げ潮で水が増えてくるんで、これからが狙い目かなと思ってはいますけどね。今んとこ何のあたりもないっていうね。1投目から食ったよ嘘だろ、すごいな、めっちゃ走ってくるけど、こっちに。おお、元気なチヌ。ちょっと肩が大きくないけどね。マジ誘ったら来たな。誘って誘われてで、よっと、いきなり来ちゃった。すごくない？よいしょ、やりました、1匹目釣れました。はい、1匹目釣れました。ナイスチヌちゃん。
いやー、1投目で釣るってすごいね。すごい魚影の濃さ。前回も1投目で釣れたんじゃないかな。すごい、パワフル。久々に来たけど、おお、チームや、いいチームやった、いいチームやった。おお、いいチーム、いいチーム。よいしょ、よし、よっしゃっと釣れた、いいチヌ釣れた、よいしょよいしょ、ビッグワン、いいチヌ釣れたね。きれいきれい。40ドライバー、46。ちっこ、ちっこいぜ。ちっこいぜ。3匹目釣れた。釣りました。3匹目のチヌちゃん釣れました。でかいでかい。よっしゃ、よっしゃ、でかいの釣れました。やりました、ビッグサイズ。今日一番、よいしょ、今日一番。45センチ。今ね、釣れたやつはだいぶ近めに投げたら釣れましたね。遠投じゃないのかな、もしかして。もう満ちてきたからだいぶ近くまでチヌが入ってきてるのかもしれない。今まで遠投でしか食わなかったけど、遠投、まあ普通投ぐらい。よし、
おえよう引くね、いいぜいいぜ。あれそんなにでかくはない。よっしゃやりました。はい、チンチンやりました。ゲットです。お、びっくりした。びっくりした。どうやって来たんですか。まさか歩いたんですか。もうどんな不審者かと思いました。今気づかんな。気づくわけない。こんなもん行ってみようか。ガンダム撃った瞬間来た。怖いな。いろいろダメやな。よし。大本命。よいしょ、釣れました。久しぶり。やりました、ちんちゃん。今ね、なんかね、ガンダム撃った瞬間に来ましたね。何なんだろうね。今までの時間を返してくれて、それが正解なのかな。分からん。今日の釣りはふわふわしてないのかもね。やっぱいろいろやらんとダメだな。軽いぞ。もう釣れると楽しいな。あー外れた。よっしゃ。あれ軽いぜ。ちっちゃい。なんかサイズが下がったな。しゃー、釣れたー。はい、ちんちゃん釣れました。 OK。 今ね、あの港の先端、まあ、手前の港の先端にいたんですけど、ちょっとこっちの方にね、移動してきました。もうね、釣れない。非常に厳しいな。いうところなんで、こっちで一からやろうかな。
芝はね若干少しずつ右流れですね。向こうはあの先っぽだったんでねすごい潮通しが良かったですけど、こっちはねゆっくり流れますね。ちょうどね時間がもう今1時55分だからもう満潮ですね。これから下げになるんですけど、この水深の乏しい小島湾なんで、まあこの水深のねこう潮位が高い時が勝負かなとは思ってるんですけど、まあ向こう全然釣れる気がしないんでね移動してきましたと。でここにもおるやん、うん、おお、これでかいな、おお、でかい。おお、あっ、金をかけたその時におるな、おるな。おお、めっちゃ負けくとたん。よおったビッグチヌちゃんゲット。よしゲット、デカチヌ。44しかねお疲れ様でございました。本日の目標なんですけども、なんと達成することがよくわかりません。超過写真をドン。チヌはね結構強いんですよ。で、スカリに穴が開いてるんでね、ちっこいチヌは脱走しちゃってこう10枚釣れたのか釣れてないのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、好調だったね小島湾なんですけど、新しいポイントをずっと入ってってるんですけどね、今日はちょっとなかなか爆釣っていう感じじゃなかったですね。うん、だからまあ水温も高くなってきて、そろそろやっぱチヌも結構きつい時期になってきてるのかなっていう感じがしますけど、まあ
じゅんぐり回ってまた自責ポイント入ってみると釣れるかもしれないんで、まあ、ちょっとしばらく小島湾で頑張ってみようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。また会うその日までバイ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 シュッ。はい、動画のご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらこちらこちら。チャンネル登録コメントもお願いします。バイバーイ。